ロードステークスは日本中央競馬会が京都競馬場で執行する中央競馬の重賞競争である。競争名のシルクロードはユーラシア大陸を横断する古代の交易路を指す故障。1996年に5歳以上の馬による重賞競争として創設された。創設当初は4月に施行していたが2000年に高松宮記念の施行時期が3月に 変更されたのに合わせて前哨戦として位置づけられていた。本競争も2月上旬に変更。2011年からは1月下旬に繰り上げられた。創設時の負担重量は別定だったが、2002年よりハンデキャップに変更。2006年から国際競争に変更され、外国馬の出走が可能になった。創設から2001年までは地方競馬所属馬も、 出走可能だったが、2002年から2019年までは、出走できなくなった。2020年からは、地方競馬所属馬も再び出走可能になった。以下の内容は、2021年現在のもの。出走資格、サラ系4歳以上負担重量、ハンデキャップ2021年の一着賞金は3900万円で、以下2着1600万円、3着980万円。 4着590万円、5着390万円。距離はすべて芝コース。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。1989年から1995年まで同盟の特別競争が行われていた。距離は1989年が芝1600メートルで、 1990年以降は芝線2 0 0メートルだった。出展、netkeiba.com 各回、競争結果の出展。ありがとうございます。